暑いよ。多分今お聞きの皆さんの中にこれ以上暑いっつったらぶっ飛ばすかなって思ってる人がいそうなんで、もういいですけど、ねえ、なんすか生っぽいこと、選挙ですか、選挙。選挙思うんだけどさ、本当に56の大人が言うことじゃないと思って聞いてほしいんですけど、素朴な疑問なんですけど、僕ね、今回ね、あまり東京都知事選挙、東京都知事選挙に立候補している皆さんが、もう素敵な方ばかりで、誰に入れていいかも迷いに迷いまして、もう、誰が僕のこの、生まれて育った、そして今も住んでいる、もう世界に名だたるこの東京を、もう収め、ふさわしい人だらけで、もう迷い続けて、で、割とギリまで、決めかねてたんで、ずーっとギリまで決めかねてて、割と期日前投票みたいのすることが多いんですけど、まあ、ちゃんと選挙行くんですよ。割とちゃんと選挙行くし、割と考えて投票するんですけど、その考えてが過ぎちゃったせいで、期日前投票だと、割とうちからすぐのところでやってんです。受け付けてるところが。だけど、当日、その投票日は、結構こう、離れてる。上り坂をぐんぐん登って歩いて10分、15分ぐらいのところで、その、当日の、その選挙、投票会場になるんです。で、もうその日になっちゃって、その日もこう、仕事が午後、から入ってたから、じゃあもう仕事に行く前に、道すがら、その投票所寄って、そのまま、遠い方の駅から電車乗って、で行って、その電車でテレビ東京行って仕事やってっていう感じの、こう、ルートを考えてたら、もう昼前ぐらいから、今、テルマエロマエ似てなかった似てないか。昼前ぐらい、あれ今、安倍博士いなかった あ、ラバルフェの人の方は今の。ね、で、その、まあ、暑くて、上り坂歩いて、もう、なんか息が荒くなってくる、もうゲロ吐いちゃうぐらい暑くなってきて、で、これはもうちょっと無理だと。で、仕事が、5時ぐらいで終わりで、戻ってきて、8時ぐらいまで多分、投票会場はやってるんで、じゃあ、ちょっとこう、夕方になってからの方でもギリになるけど、投票所行こうってことになって、で、行って、で、こっから僕の疑問なんだけど、多分、今までの選挙の中で一番俺ギリぐらいで、投票したと思うの。でさ、すぐ、開票どころかもう開票前ぐらいに、当確って出るじゃん。俺の分の投票用紙誰も触ってないと思うの、まだ。俺が箱の中入れたやつ触ってないと思うのよ。なんあれ？なんかわかんないんだけどさ、みんなさ、俺、それこそ、都知事選挙、何回か前の都知事選挙に、みんなちゃんと投票しましょうとか、あと期日前投票もできますよみたいな、いわゆる CM もやったことあるぐらい、選挙は行くべきだと思うし、とにかく、行かないよりは絶対行った方がいいんだってずーっと思い続けてるけど、こう、開票 0% みたいなところで、当選確実に出るやつあるじゃん。なんなの？あれのおかげで行かない人俺いると思うよ。なんか、こんな行く俺なのに、俺の票、なんか嫌じゃない？もしだよ、今日までに、皆さんが投稿してくれたネタを読まないとしたら、嫌じゃない？わかんないよ。それはこれだけ優秀なんで、流れてくるネタ自体は面白いのが多いから、書いた人間からしてみれば、まあ俺より面白いからなって思うかもしれないけど、でもそれを俺が開封してないとしたら嫌じゃない？それが。なんか、出口調査って何？
でく、なんで俺お前に言わなきゃいけないの？いや、その、何度かありますよ。出口調査ですって言われたことあるし。で、これも困ったもんなのが、まあ、選挙の開票番組は出たことないですけど、ニュース関連の番組とか出たことありますし、ましてや、ここの、TBS でやらせてもらってた昼間の番組なんかは、ニュースのコーナーがちゃんとあるっていうところだから、そういう取材みたいなものに対しては、する側の方にちょっと寄ってはいます。寄ってはいますけど、大きく分ければ、する側ですけど、なんかあの、出口調査の、ってな、出口調査をすることで、より早く当選確実を打つことは、何が偉いの？あれをやると、なんか変な感じになっちゃってるから帰るみたいな、あんじゃ選挙事務所とかで万歳とかやる人いるじゃん。万歳とかやる人が、万歳とかやりたかったけど、やらない予定の人が、早めに帰れるから。寿司食って帰っちゃえば、今寿司食っていいのかどうか知んないけど、なんかわかんないけど、だるまの撤収とかのためだとするならばおかしくないか、あれがそこ、俺多分すげえ子供いたから言ってんのかな、ちゃんと学べばそこんところは、きちんとわかるもんなのかな。それがすごいこう、僕の中で、ちょっといつも疑問で、100% 開票終わったところで落ち着いて言えばよくない？それも、もうゆっくり見ればよくない？その、一枚一枚の投票用紙を開いて、ちゃんと見れば良さそうなもんなのに、なんか、あれさ、もう、みんな嘘言ってたらどうすんの？だって、俺の知り合いにも絶対嘘言うやついるよ。僕は断ります。僕は一応、その、これも難しくてさ、今回、それ顕著だったんだけどさ、意外に、SNS とか見ると、もっともっと、こう、選挙に対して知ってるような人が、ちゃんと自分は誰に入れたのかをタレントなんか言うべきだっていう人とかいるのね。で、言う人も多かったと、まあまあ、いつもに比べると、僕は誰に入れましたっていう人多かったと思うのね。全然ポリシーとかでもないし、それが、伊集院君、それ違いますよって言われたらすぐ揺らぎますけど、うちはなんか親の教育方針で、家族でも基本的に誰に入れるかとか、誰に入れたかとかは、言わないっていう、言わないもんなんだってうちの親父に育てられちゃったから、言わないもんなんだと思ったし、あとなんかタレントとかみたいな、まあ、どれぐらい影響力あるかわかんないけど、俺からしたら、俺なんか負の方に影響力あるから、あいつが言うやつには入れないっていう人が出てきちゃうじゃん。ってことはさ、なんか言うとさ、そのフラットなものの考え方に、なんか影響を与えちゃいけねえんじゃねえかみたいな感じだったりすんだけど、これ以上俺余計なこと言いそうだな、なんか。じゃあちょっと選挙のその結果を離れて、いろんなこう選挙のことで話題いっぱいだから生放送ってすると、まあその話もするか。それ以外も熱いって2時間言ってることになっちゃう。ずっと熱いよって。ずっと熱いっていうことになっちゃうから。なんかその、選挙のちょっと前に、池上さんの特番出してもらったの。池上さんの特番は、トランプさんとバイデンさんの、討論の結果、今、どうなってます？アメリカはどんな評判でしたか？みたいのを、もう討論の直後だから、生でやったの。で、その時に、あ、俺すごいなって思った。久しぶりに俺、このことを、テレビ、だらっと出てちゃいけないな。このこと久しぶりに考えさせられたってことがあって、それは、なんだろうね。池上さんの意見とか、池上さんの、知識とかは、まあまあ、別に置いといて。今の、一夜明けて、二夜明けて、三夜明けて、アメリカの、世論はどうですかみたいのを、アメリカと掛け合いがあったの。で、生放送で、で、アメリカとの掛け合いって昔に比べれば随分タイムラグは減ったんだけど、それでも、嫌な感じのタイムラグがあんの。
それこそ、その、番組で言うと、ミキサーの岡部さんとかはわかると思うけど、何十フレーム、テレビの何十フレーム、まあ、1秒あるかないかぐらいの遅れって一番気持ち悪くて。で、その、現地のベテランの特派員の人と掛け合いの、その間があるんだけど、昔はさ、今ではデジタル回線じゃないからさ、映像まで来るってことは少なくて、国際電話で掛け合いってよくあったの。で、その国際電話で音声だけなのに、やっぱりタイムラグがあったのは、あったのね。で、それが、回線も太くなり、デジタルになったんだけど、じゃあできるからって言って、かなりこう、高解像度の映像も送るようになってから、結局またタイムラグのある世界に戻ってるみたいなところがあって、もっと言えば、ズームとかでも中継できちゃうから、昔、音声だけでもタイムラグがあった時代、でいて、音声だけならタイムラグがほとんどなくなった時代、で、さらには映像でタイムラグが少し戻った時代、で、映像がデジタル回線になってタイムラグが減った時代、でいて、映像がかなり高解像度になり、もしくは、携帯電話なんかを使ってるから、またタイムラグが戻ってきた時代っていう、この、へてへての中で、最初の頃に確か教わったの。教わったんだけど、その、国際電話でタイムラグが出るときに、ラジオでどういう風に掛け合いをするかは、教わったんだけど、池上さんがすごいのは、もう基本の基本なんだけど、質問をするときに、何々なんですか?クエスチョンマークの後には何も足さないっていうルール。で、さらには向こう側はそれを受け取ったら何々ですっていうピリオドの後には何も足さないっていうルール。で、これはもっと昔で言うトランシーバーの、どうぞっていう、必ず言う、おばって必ず言う。で、言った後は、相手が、情報を全部言いたいこと全部言って、おばで、今度渡すっていう、これの見事なやつ久々見たね。普通、タイムラグがあると、やっぱりどうしても、奥さん、今履いてるパンティ何色ですか?レースですか?なんつって、これレースですか?ダメなの。レースはもう向こうが報告を奪って、どうぞって言ってから、ね。バイオレットです。どうぞって言ってから、素材は何ですか?っていう。買いでいいですか?ダメなのよ。素材の話をしてから買いでいいかどうかは聞かなきゃいけないし、向こうは向こうで、その、ピリオドね、バイオレットです。ね。まあでも、ショッキングピンクにも、みたいなやつはもうダメな。それはもうやりとりをちゃんとやってからじゃないと。でいて、伝わってなかったらどうしようって、理解しづらかったらどうしようって思うから、余計な、僕はバイオレット好きなんですけど、みたいなやつをつなげちゃうんだけど、そうすると、ぶつかるの。絶対ぶつかるからうまくいかない。だけど、その、アメリカと中継している、その池上さんとベテランの特派員さんの掛け合いは、そうだ、俺、師匠にこれ教わってる。もしくは、初期のディレクターに、そこは、特にラジオは放送事故があるからドキドキするけれども、そこは必ず相手を信頼して、相手はそのことを学んでるんだっていうことを信じて、やりなさい、待ちなさいっていう話を、こう、教わったのを思い出して、終わった後に池上さんで、俺久しぶりに、なんかこう、きちんとした技術のある人同士の、ちゃんとした生中継を聞いて、俺、今日ちょっとなんか自分も基本について考えちゃいますよみたいな話をちょっとして帰ってきたんだけど、で今ちょっといろんな選挙のこと話題になってる中で、古市憲寿さんと石丸さんが掛け合いした時にうまくいかなかったっていうか、まあまあその話題になってるのはなんかこの二人のその喧嘩みたいなことが話題になってんの。ね。はぐらか、おおむね、石丸さんははぐらかす。でいて、
古市さんはそこを攻め込むけど剣もほろろりみたいな論調なんだけど、実際見てたら、その基本が全くできてないじゃんっていう、その、なんつったらいいのかな。喋って通じてないと思ってるから足そうとするけど、足した頃には向こうが言おうとしてるから、っていう、一番気持ち悪いやついるじゃん、なんか。気持ち悪いやつ。なんか、友達との会話とかでも電波がすげえ立ってない時に、パンティーだけにね、なんて言ったら、何なんつって。いや、何も言ってない。あの感じのやつあんじゃん。あの感じのやつがずっと続いてて、思ったのは、まあまあ、なんかその、技術のなさと、あと技術があると、あ、こんなに聞きやすくて、で、その一回、もうタイムラグなんてのはほぼなくなったんだから、その技術いらないっていう時期は結構長かったと思うね。でも、さっき言ったように、映像も送りますよってなったりとか、気軽な機材で、もしくは、とんでもなく、状況の、環境の悪いところからも、中継ができるようになってるから、もう一回復帰するはずの、ルールなんだけど、あ、分断、多分完全にされてるから、そこがなかなか、あ、戻ってこないんだっていうのを、ちょっと思ったね。あとはもう余計なことしか言わないから、タイトルコールをしよう。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から。なんか最近こう忙しさにかまけて仕事みたいなんで、その仕事のために休むみたいなことがずっと続いて、そのこのままじゃいけないと思って、割と多動に動いてる。思いついたことをなんとなく、やれることからやろうみたいのがあって、で例えばそれこそリスナーに教わった映画見に行くとか、スタッフに教わった映画見に行くとか、あと、あ、この日はこういう風に動けばいける。大阪またアバンギャルディのライブ見に行ったりとか、神さんが今、和歌山の方にいるから、神さんのスケジュールとアバンギャルディのスケジュールと俺のスケジュールがちょうどあったから、神さんに、最初はアバンギャルディ神さんに教わったから。でいて、前行った時は福岡公演一人で行ったから、神さん行きたいって言ってて、でしかも、ちょっとね、意外なことがあって、たまたま見てたらスタッフの方が伊集院だって気づいて、で、その、福岡の時ね。で、そこで、その方と知り合いになって、でその方はアバンギャルディをこう昔から頑張って育ててる、今も育ててるスタッフの一人で、あと伊集院さんとの関わりで言えばですね、お天気ののりくんがやってる、エロチャンネルの方も手伝ってますって、広いなあんたっていうすごいお天気ののりくんがセクシー女優さんにインタビューすげえしてるね、ノリのエロさと最初シンクロするんだけど恥ずかしくなってくるっていう、ノリがすげえ先行くからっていう番組のお手伝いもしてる人なんだけど、でノリ君からよく伊集院さんのこと聞いてますみたいな流れで、この方と知り合いになったせいで多少こうチケットとかを融通してもらえるようになったってのもあるんだけど、じゃあ行こうと思って、そのアバンギャルディのライブ見て、まあ神さんと大阪で待ち合わせして昼飯食って、アバンギャルディの昼公演見て、でいて夜飯食って帰ってきてっていう、でいて帰ってくる途中になぜか原因不明の新幹線の停電で自分の乗る予定の新幹線がやばいみたいなことにも巻き込まれつつもね、だったら大阪の喫茶店で原稿書いてみたいなことをして、でありとあらゆることをとりあえずやるだけやってみようみたいな、でなぜかこの暑さの中にドラクエウォークを再開するっていう、
で、それと同時に、それこそその選挙の日にさ、まあ、たまたまもう暑いからつって、その、いつも乗らない駅から地下鉄乗って、まあ、その、投票所に寄ろうと思ったから、いつも乗るのとはちょっと違う駅から乗ったら、そこに、スタジオジブリの、なんか、東京メトロとスタジオジブリがタイアップしてる、スタジオジブリスタンプラリー地下鉄の、東京都内の5カ所の駅を回って、最後もう一駅行くと、そこで先着順で、なんかジブリのステッカーみたいなのもらえるやつ、それも始めた。で、映画も、スタッフの、ビンちゃんが、ビンちゃんがちょっと面白い作品見てたんですけどって言い出して、またあの、エッジの効いたエロ、打率の低いエッジの効いた、もう、エッジの効いたは褒めるときしか使わないよね。極物の、その、知らんかなっていう、ある日おじさんがいつでも女子高生に変われる魔法を使えるようになったやつとか、もう、でいては、鏡を見ながら G 行為にふけてるやつとかを、教えてくれるのかなと思って、ちょっと聞かないようにしてたんだけど、これが今面白いんですよって言われた映画を、だって、ルックバックを最初原作の時にビンちゃんが面白いっつって見てめちゃめちゃ面白くて、でそのルックバックが映画になって、今週からすごいことになったね。まあもちろん評判はその前から高いから今週こうなってたんだけど、今週の金曜日あたりから異様な量の上映感になって、異様な量の上映回数になってる。だけど先週の番組始まる前ぐらいにビンちゃんが本当面白かったですって言って、でただやってる館が少なくて都内3館ぐらいだったよね。都内ね多分ね3館ぐらいで1館あたり多いとこで平日2回とかしかやってなくて、でじゃあちょっと行けるとなるとつって先週ラジオ終わって、でその後他局の方のラジオのネタ選びをやり、原稿を書き、ウォーキングをして、でここから池袋までウォーキングをして、そこから池袋の朝8時半の部で見るっていうルックバックっていう、で気づいたら俺眠いと思ったんだけど、もう眠さなんか関係ないぐらい面白くて、痺れるぐらい面白くて、なんかわかんないけどそのまま家に帰っちゃダメなんじゃないかって思うぐらい、もういても立ってもいられない感じになるぐらい面白くて、すぐにビンちゃんありがとうってビンちゃん紹介してもらったのも早速見てきたよって、まあ寝てんだろうなあいつで、その後昼ぐらいになって、あ早速ありがとうございますって、でもう一つおすすめしたい AV があるんですけどって来たから、もうそこは無視で、それはもう受け止められないと思って、ね、それ今受け止めたら俺ダメになっちゃうと思って、そっちじゃないと思って、新生かまってちゃん夜空の流星、こっちはビンちゃんのおすすめで、元々の原作を見てるから、ネタバレもクソもまあまあないんだけれども、だけどこう極力内容のことは避けてて、ビンちゃんなりのこうビンちゃん周りで起こった現象みたいので、SNS を見ていたら、最初はまあルックバックが映画になりますとね、アニメ映画になりますとで言って、出来上がったところで上映時間が57分で、前評判としては57分で短くねえかっていう、でまあ1本分の映画の料金はまあ取るわけじゃないですか、でそれはぼったくりなんじゃねえかっていう前評判もビンちゃんが見た限りは周りまあまああったと。だけど公開された途端にそれがほぼ駆逐されて、みんな面白いって言ってるっていう、で自分は見てその意味が分かったっていうの。で、それ以外のことは、まあ、多分、本題で進めたかった AV の話題を俺が阻止し続けたせいもあると思うんだけど、これ以上のことはビンちゃんあんま言わないで、自分はこう、見られる立場にあったんだけど、言ってることが分かったのはもう57分、あまりにその作品の出来が良すぎて、
これを58分にする方法も、56分にする方法もわからん。だからこれは57分になるべくして57分になったやつで、これどっちにしてもなんだけどさ、まず感覚として、長い映画をね、じゃあ例えば 1.2 倍、1.4 倍で見たりとか、じゃあ、ちょっと前に問題になったの裁判とかにもなってた、編集して短くするみたいな、なんとか映画って言い方で、ファストムービーみたいな言い方されたけど、あれもなんか俺の中ではもう全然違うのよ。だから、そのエンターテインメントのあるべき時間があるでしょっていうね。で、それでいいと思うんで、長きゃいいとも思わないし、大福食ってんじゃねえんだから、大きい方が、みたいなことじゃないじゃん。なんか、大きい方が高いみたいなことではないと思うし、で、もっと、これはこの先は誤解を含むかもしれないけど、誤解を、恐れずに言うならば、十二分に面白いんなら短い方がいい、俺。もう面白さが100なら、どっちかっていうと短い方がいいかな。それが、まあ、やっとタイパって言葉を出すんなら、やっと一番タイパがいいかなって思うね。それ以外の手前の段階での、その、1.2 倍にしてみるタイパとか、誰かに編集させるタイパみたいなものはタイパもどきであってタイパではないと思う。その、パフォーマンスは実は悪いと思ってるんで、タイムは短いけども、パフォーマンスは悪いと思ってるんで、で、この57分を見終わった後に、俺は米田コーヒーで1時間以上ぼーっとしてた映画のことを考えて。もう全然眠くなくて。この映画はどういうこと、俺で言えば何なんだろうって考えて。だから、別に上映時間が57分であっても、その後もフラッシュバックするようにちょっと待てよってなってるし、人に勧めて見終わった人と話すとかも考えていくと、おそらく、2時間でも3時間でも4時間でもないぐらい、時間はかかってる。ね。だから、うまく言えないけど、よくいるじゃん、ラジオパーソナリティで2時間の番組を埋めようと思って別段いらないセクシーランジェリーの話するやついるじゃん。ね、ね、本当は池上さんのその、タイムラグを上手に使うやり方が良かったよ話で、バイオレットのパンティを一度想像する理由は何？邪魔じゃないこんなの。ね、いいのよ、終われば。今日はこの番組も30分で十分面白い喋りたいことを喋ったんだからっつって、あとは残りの、もう、一応時間が決まってんなら、その間中何度も繰り返しで、サタデーナイトフィーバーのサントラをかけてればいいわけ。それが一番いい方法なのに、なんかその、なんつうのかな、正しいエンターテイメントの時間の流れ方みたいので、僕はとても気持ちよくて、で、言いたいこといっぱいあるけど、まあなんか僕はネタバレをしない方が、ましてや原作見てないならば、見てないで、全く何にもやんないまま、見た方がいいと思うんだよね。俺は今一番思ってるのはこの情報だらけの社会の中で、ベストバイのコーナーのいいのは、本当に最低限の情報で見に行けたりとか、まあその、ちゃんともう、ビンちゃんが勧める映画は見る。ね。進める AV はなるべく見ない。この二つはもう先に決まってるから、ね、ネタバレしないでも決まってるから、なんかそうすると、この人の言う、岩井くんの進めるやつは見るっていう、すごいなと思って LINE で、あまりにも喋りたくて、岩井くんに、なんて書いたっけな。ルックバック、見ただけ書いたの。したら、今日仕事終わりで行きますって帰ってきて。で、今日も、ルックバック見た話がもう、ポカポカの前にしたくて、25秒前ぐらいまで、ポカポカ始まる、直前まで喋ってたんだけど、なんかどうしようかな、CM も、もう一つだけ。もう一本いい映画を見たんですよ。もう一本いい映画を見たのは、俺あんまこう、たまたま、日本対韓国のあのバスケの試合の1試合目を見てたら20点差で負けちゃう勢いだったのが最後もう1点差とかもうほぼ同点みたいなところまで追いついてすごい
興奮して、やっぱバスケって面白いなと思った間に、映画がありますと。2023年、タイトル、細かいタイトル忘れちゃったな。ね、2023、日本バスケを、ビリーブ、日本バスケを諦めなかった男たちみたいなドキュメンタリー映画やってますって言われて、で、そのチケットをもうその場でテレビ見て撮って、それも見に行ったの。で、後日談を言うと、これ結局アマゾンプライムでももうやってんのね。なんかその公開が、と短い期間で公開する予定がすごい良かったんで伸びたのと、アマゾンプライムも多分金出してるんでしょうけど、アマゾンプライムでもやってたから、アマゾンプライムでも良かったっちゃ良かったんだけど、これもめちゃくちゃ面白くて、ただ、ただ、これに関しては、バスケにすごく詳しくて、もうものすごい好きな人は、映画館の大画面で、その自分たちは全試合追っかけて見た、その感動的な試合のワンシーンワンシーンがもう一回見れるっていうんで、多分お金出しても映画館で見ることも音響もいいし、いいんだろうって思うの。で、あと僕は、あまり日本代表のバスケの周りを知らないから、これを見たことで知らないシーンがいっぱいあるわけ。こんなこと起こったって、この後どうなるの？ドキュメンタリーだから、バスケファンの人は分かってるけど、俺分かんないことがいっぱいあるから、あ、そうなんだ、あとこの選手ってこういう選手なんだ、とか、ここまでのバスケ界ってこんなに大変だったんだ、みたいなことが、こう、分かるから、すごい、こう、めちゃめちゃ楽しかった。興奮、めちゃめちゃ興奮して帰ってきた。で、びっくりすることに、ま、エネルギー切れを帰りまたウォーキングで帰ってきたんだけど、ウォーキングの途中にエネルギー切れを起こして、ベンチでちょっとだけ休もうと思ったら、30分寝てたけどね。で、それぐらい興奮して映画見てて。あれって、バスケを中くらいに好きな人面白いのかな？中くらいに好きな人は、多分全部ネタバレしてて、全部見たシーンだと思うんだよ、なんか。だけど、なんかその、本当にオーソドックスなスポーツドキュメンタリーの手法で、要はいろんな本当の映像、本当の試合のシーンの映像の間に、後日談の主要インタビューをうまく編集していくやり方と、音楽とスーパープレイのシーンとかのリンクが面白くて、俺はすっごい面白く見れたけど、ふと思ったのは、これは、間のややバスケ好きの人は、どうっていうのをちょっと思ったかな。まあまあ、その、僕的には、その、いい話っていうか、岩井くんに、あんまこう、ベタベタ LINE をやるタイプの人でもないし、僕もそういう人ではないので、岩井くんの LINE は教わったものの、それほど連絡は取らないんですけど、あまりに岩井くんの、その、この、ルックバックの話がしたいから、アプローチはするものの、自分からしたら、アニメの師匠っていうか、もうあの人が言うアニメはとりあえず見てみようの人だからさ、なんかさ、たまに進め方で変な感じになる人いるじゃん、なんか。お前が撮ったのかよ、みたいな。わかります？ね、それは僕の汚れた心がそうするんですけど、なんかわかんないけど、先に見ただけでお前が撮ったのかみたいな感じになっちゃう人いるじゃないですか。そうなりたくなくて、そういう風にこう捉えたくなくて、結局、書いたのが、もうルックバック見ましたっていう、これだけ。最初何回か書いて、消したもののルックバック見ましたっていう、ちょうど今日、あ、でも俺、午前9時40分だ、見終わってすぐ書いてんだな。で、
おはようございますって帰ってきたから、あ、早いんだと思った。それと、もっと言えば、俺は違うけど、この人今日これからポカポカだと思って。ねえ。でいて、今日見に行こうと思ってチケット予約しました。夕方見たら感想言いますっていう書いてくれて、で、いろいろこう感想を交わしたのは、これは今日ちょっといい話で。あとちょっと面白かったのは、この日、ルックバック見て、でいて、後日、でもこの一週間のうちに、さっきの日本代表のバスケのやつ見て、で、このバスケのやつの話は澤部くんとしたわけよ。澤部くんバスケめちゃくちゃ好きだから、こんなに、あの二人と会いたい人いる？そんな。原市とお話ししたいって思いながら一週間過ごしてる人なかなかいないでしょ。でいて、その原市の澤部くんに、これ澤部くんにも日本代表のドキュメンタリーさ、っていう、こう、恐ろ恐ろ話しかけたら、アマプラでやってるやつって。アマプラでやってんのこれみたいな。電車でアマプラでやってるみたいなやつね。話して。で、勢いで、まあ暑いですから、いろいろこうテンション上がったり下がったりなんですけど、この話すげえ迷ってて、なんかね、腹立ったまま話するとろくなことないんですよ。腹立ってるままがちゃんと加工されずに、腹立ったことを喋りたいけど、でも腹立ったこと喋るのもどうかなって思って喋るやつ、は、なんか多分、いいことにはならないんですね。だからやめます。ねえ、久々に合わない仕事をしたね。この辺は合わないっていうか嫌いだとかじゃなくて合わない仕事をしたと思ったのが、俺がいけないんだよ。ね、俺がいけないんだけど、ちょっと変わった仕事で、YouTube とか、ああいう多分配信、多分 YouTube だと思うんだけど、で、公開される、やつで、まあ、僕が最初聞いた時の感じでは、キッザニア的なやつで、ちっちゃい子に、子供 DJ みたいな人の、ラジオに出て、ラジオの面白さとかを、教えてあげてほしいみたいな最初の依頼で。で、で、まあまあいろいろこう話していくうちに、じゃあその子たちのやっているラジオという体の、まあやってるラジオ番組に僕がゲストに行って、いろいろ質問を受けたりとか、あとそれから僕の方が、悩み相談をしたりとか、そういうのどうですかみたいなことになって。で、多分、すげえ楽しみにしちゃったんだと思うんですよ。一仕事っていうよりは、なんかすごいこう、そういうの面白そうだなっていうか、そういうことちょっとやりたいことの一つで、子供がラジオの面白さを知るのもそうだし、子供が一生懸命話すの面白いから、前の晩、眠れねえぐらい、子供にこう、ちゃんと寄り添ったことが言えるかどうかとか、あとはそれから子供のやる気をなくさせないとか、それからあと子供の興味あることを答えたいけど、でも子供におもねるのも違うみたいな、いろんなこと考えて、行きました。行ったんですけど、どことどこ話しゃいいかな。終わった後に今日のこの仕事の感想どうでしたかっていう、もう全部終わった後に今日のこの仕事どうでしたかっていう、こう文字の取材があって、でインタビュアーの人がまた別の人が来て言われた時の、僕のまず心の中はちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃっていう、これは仕事なんだからちゃんとしなきゃって思うんだけど、どうでしたかって言われて30秒ぐらい黙った後に、ラジオを知らない子供たちにラジオを教えるっていうことで来たんですけど、まあ、映像を撮ってるスタッフの人たちが根本的にラジオを分かってない人なんで、ちょっと戸惑いましたね。っていう感想。何度も俺の中で、いや、違うんだってっていう、ね。もっと、柔らかい言い方いっぱいあるだろっていう、まあまあ、ラジオとは何かみたいな話は一人一人違いますから、僕が正しいと思っている、ラジオ像と、彼らの思っていることは、ちょっと違った。だもう少しすり合わせをしてから始めればよかったんですけれども、なんて言いますかね。彼らが撮りたかったのは、ラジオをやっ
ている体の YouTube の映像が撮りたかっただけで、別にラジオの面白さとか、そういうテーマとはかけ離れていましたね。あれ違うぞ、まだ。どん。久々になんかあの感じになったな、なんか。あの、まあまあ、もともとこういう人ですから、あの、何度も今まであの感じにはなってるんです。な、そういう感じの仕事はしてますけど、でも割と、なったな。なんかさ、でもこれはね、僕自体の未熟さもやっぱりちょっとあんのね。子供たちが、まあ一応ラジオなんだけど、割と決めコメントみたいのが割と多いんです。あの、まあ、台本って言い方は僕はラジオで使うのは好きじゃないですけども、一応こう、なんつうの箱弦っていうか、ある程度のその原稿が、あるんです。これが割と決めのがすごく多いっていうので、最初はすごく嫌だったんですけど、最初からちょっと嫌な予感したんですけど、一番最初に、例えばカズオとヒカルのなんとかラジオっていう怒鳴りから入るんですけど、カズオとヒカルのなんとかラジオってずーっと伸ばしてるのが楽しくなっちゃってるらしくて、ずーっと伸ばしてるのね。それ NG なのね。超面白いじゃん。子供がそれ楽しくてやってんだから。で、その後何度やり直しても、ずっと、カズオとヒカルのとかやるのね。全部やり直しなのね。で、もう、なんで、なんでっていう。え、俺前、そんなん俺いつもやるけど、全然 OK、全然。そんなのもう途中でミスターの岡部さんがスタジオ入ってきて俺をぶん殴りかねない顔してて、もう別にそんなのぶん殴ろうと思ってここ来たら急にタイトルコールしちゃうから。ねえ、で、していてミスターのミスにしちゃうから。で、そういう風なことをまだ知らないじゃん、あの子たち。ね、いや、巧妙にやる子、自分のやりたいようにやることで、スタッフの方にミスを押し付けちゃえば、もう自分のやりたいようにやれるんだけど、もうその自分の思うままに喋ることを全部カットなの。全カットでもっかいやってくれって言うの。でいて、さらに、イヤホンにずっとこう喋れっていうのを入れるのね。入れんだけど、そのイヤホンが俺にもついてるから、俺に対しての質問を、そいつが口移しで言ってるやつが俺に入ってんのもうおかしいじゃん。俺っていう子供の、そういうやつ、無理だ。俺の中では、そういうんじゃないじゃん、ラジオってっていう。なんかもう普通にこう、おじさん太ってるねって思っちゃえば、もうそう思って言えばいいことだし、それを全部裏からコントロールしようとするから、またちょっとインタビューシーンに戻りますけど、ね。まあ、だから結局のところ、子供声の声優に、ラジオをやってるっていうラジオドラマを、まあ、撮らせたかったんでしょうね。僕がそれを勘違いして、依頼を受けてしまったっていうところで。まあ、だからまあ、ミスですね。僕と、そこにいるマネージャーの、そのミスが最後までっていう、違うな、なんかな。言ってることすごい違うな。ほいで、この逆方向のやつもあって、もう、その子たちさ、ずっと練り消しいじってんの、最初から最後まで。ずっと練り消しをもういじってんだけど、やめさせるよね、普通。まあ、青い練り消しをずーっとこう、やってんの。ずーっと持ってる。で、俺はさ、俺がどう育てられたかで言えばさ、俺は子供の頃からそんなの親にさ、それこそ頭引っ叩かれながらさ、年上の人の話聞くときに遊んでる場がいるかって言われたけど、それが正しいとは思わないよ。それが今の時代にフィットしてるかどうかわかんないし、もっと言うと子供たちが機嫌よくラジオをやるってことで言えば、そこを怒るのは違うけど、なんとか取り上げる方法はあるだろうと思うんだよ。で、あと、その光量が、映像のために光量を、光の量を強くしてるから、めちゃめちゃスタジオが熱くて、子供途中でぐったりしちゃってるのよ。だから、ありとあらゆることが、お前らラジオなんかやる気ないんだよ。いや、要は、まあまあ、だから当たり前のことなんだけど、俺が勘違いしてるんだって YouTube のゲスト言ってんだもん。YouTube のゲストに言ってるわけだから、そこを言うのは間違ってんだと。まあ、その帰り道に、3歩ぐらい歩いては、そう、俺が間違ってんだ。
いやいや、でもさつって、一人ごとをずっと言いながら、帰ることにはなるんだけど、ウォークすることになるんだけど、その、練り消しのことも打ち合わせの時にさ、あの、オープニング始まっててゲストコーナーから途中から入るんだけどさ、そのディレクターがさ、ニコニコしながらさ、あの子たち最初からずっと練り消しいじってるんですけど、そこちょっといじってくださいよ、みたいなこと言うのね。映像じゃん練り消しいじってんのなんて何にも面白くない。そんなの。青い練り消しをずーっと、あの、映像としては、その青い練り消し、真っ青な練り消しをずーっといじってることは、シュールではあるものの、もしかしたら引っかかりになるかもしんないけど、ラジオをやる。今2分前って言うけど、そんなの無視してやりますよ、こっちは。ラジオってのは自由に喋って喋ってるもんだ。そう黙らせるのにはそれが一番。そういうことなんです。学んでるんだよ。ちょっとさ、エキサイトしながらさ、でも俺的にはさ、一生懸命喋ってる間にさ、前に座ってるこの和夫ちゃん、河野和夫ちゃんがさ、鼻毛出てんだよ。すげえ。それも一本白髪の鼻毛がすげえ出てるわけ。でこっち側からそんなの練り消しと一緒だからね。そうじゃ、お前もそのまあ、鼻毛をもう出したくて出したくてしょうがないんでしょ。ね。もうそれを出して鼻毛出すのが面白くなっちゃってるから、絵的なやつじゃん。しかも白髪の鼻毛だよ。20代からこいつと付き合ってるけど、もはや白髪のぶっとい鼻毛を右鼻から出したまま、なんかその、そいつはけしからんですね、みたいな顔したりとかしてるわけ。こっち突っ込まざるを得ないじゃん。お前子供じゃないから、もしだよ、河野が練り消しやってたら、もうその練り消し口の中にねーって言って、どんな味するかリスナーの人に説明しろっていうぐらいのやつだよ、お前。ね。でもさ、練り消し。だって子供だってさ、ずっとやってて何にもやらなくて練り消し取り上げられなかったらさ、そらずっと触るよね。で、極めつけは、まあ、いろんなことが符合してて、一個ずつしか起こらなければ、それはなんとかこうするし、まあ、もっと言えば、最終的にはなんとかしてるしね、ちゃんと。そこで、その、やれることはね、なんとかしてるんだけど、その、もともと、ラジオのブースではないから、ラジオのブースっぽい机みたいのを立てて、ラジオっぽいセットを組んだ、割とシャレオツな、白バックの、こう、写真撮ったりするようなスタジオに、それを疑似的なやつを組んでやってんのね。でいて、で、ガンガンこう強い、あの、ライトを焚いちゃってるから、めちゃめちゃ熱いんだ。で、このセットの立て込みの人がいっぱいいるわ。この、映像セッティングをしたスタッフの人たちだと思うんだけど、実際のこの映像ではなくて、この実際、今回ってる映像のカメラマンさんとかじゃない、この、回ってる段階での余剰スタッフが、逆サイドの、写真スタジオの逆サイド側の、あの、空いてるスペースのところに、ご両親も含めて、その、子役のこのお母さんも含めて、15人ぐらいいたかな。15人ぐらいいるんだけど、10人ぐらいか、いて、そのうち6人寝てるんだよ。出て寝ろよ。その寝るんだよ。それは子供も大人も関係ないよ。人が喋ってる時に寝られたら、そりゃ、こう、お前またちょっと鼻毛でかかってるぞ、お前。鼻毛もしつけられないのによくお前子供を育ててるな。お前は、ね、本当に。いや、久しぶりになんかこう、一人一人いい人、人当たりはすごいいい人、俺みたいにこんな、なんかこう、怒ったりとか、ま、俺そのまま全く怒ってないからね。あの、さっき言ったような感じで、端々にご機嫌はよろしくない感は出てる。その、特に、スタジオ出た後のインタビュー取材、音声だけの、あの、文章のインタビュー取材のところでは、不機嫌を出してるけど、そこ以外はちゃんと乗り切ってるけど、
なんつったらいいのかな。久しぶりに、いろんなところで感じるわけ。なんか昔で言うと、すごい怒られたようなことを、みんな怒られなくなってるっていうのは、俺たち老害は言うじゃん。でいて、多分それはひとまとめにして老害だっていう風に言われるから、もうそれはすごい気をつけてるけれども、すげえ集大成みたいなところに久しぶりっていうか、行ったね。俺ほんと途中から、これドッキリなのかなと思って。あ、ドッキリ。ドッキリの可能性あんなと思いながら、いや、ドッキリにしちゃ、ちょっと分かりにくいなとも思い、なんかね、そんな感じ。まあ多分、後でマネージャーの栗原には怒られるんだろうね。ラジオで言わなくてよくないっていう話はまあまあ、それは俺もそう思う。じゃあ、曲です。リグレットガールで、ジュンラブ。地下鉄の割と上手な組み方で5駅なのね。割とうちのそばの江戸川橋っていう駅と、それから市ヶ谷。これは有楽町線で1本なんだよね。で、その後に、青山1丁目、門前仲町、東大前っていう、割とうまく散らした5個の全部の、スタンプをして、汐留かなかなんか行って、引き換えてもらうと先着何名に、ステッカーとか多分もらえるんだと思うんだけど、見るともうメルカリに結構出品されてるわけです。ジブリがすごい好きだけど、東京遠いじゃんっていう人のためにとか、ためにとか、そう、を狙って出品されてんだけど、俺、それを、その、一日で全駅回って、で、面白いなと思ったの。面白いって最後ちゃんと冷静になったら面白かったんだけど、今さ、JR も地下鉄もさ、駅員さんめちゃくちゃ減ってるじゃん。改札とか誰もいなくて、この時間帯は駅員いませんっていうこと多いじゃん。で、あの、めちゃめちゃ広い、今地下鉄の駅ってどんどん広くなってるじゃん。あの広い地下鉄の駅のどこかにジブリのスタンプがあるのね。で、前にこの仮面ライダーの元大々的なスタンプラリーやった時は、地下鉄が総力を挙げてやってたから、あの、割と掲示板に仮面ライダーのスタンプ向こうですっていう矢印が結構あって、で、それを辿っていくと、あの、分かったんだけど、このジブリのスタンプラリーないのよ、それが。で、1日チケット、を普及したい、一日降りて乗って値段が変わらないを普及させたいから全部改札の外にあるんだけど、これがもうどこにあるのかが全然わかんない上に駅員さんがまあいないから、この駅員さんを探しつつ、お忙しいとこすいませんけども、ジブリのなんて聞いて、あ、こっちですよみたいな。で、そう、一旦表出て渡った後にここを降りるとみたいな、なんとか線のがあってみたいなのを説明されるっていう、この工程がこの駅員さんの量じゃ無理じゃねって思ったんだけど、要は難しい方がいいんだもんね。要はそうじゃねえと、これはスタンプラリーなわけだから難しい方がいいのかと思ったのと、ジブリっていうよりはドラクエっぽい。特に青山一丁目とかは、一旦外出て、青山一丁目の交差点を渡って、でいて、エレベーターで降りて、そこにあるみたいのが、一筆書きをやろうとすると、ちょっと裏切った方にあるっていうな感じになってて、まあ、面白かったんだけど、例によって、これを一日どころか、これを選挙に行こうと思ってテレ東に行って、で、行って、テレ東の終わりに、これを全部クリアして、で、その後俺、バスケの映画見に行ってるから、それで言うと、相当な労力だったんだけど、この日1日で2万歩ぐらい歩いてるんだけど、結局5個集まったところで、別に記念品はいらないので、俺はそう、記念品目当てでやってるわけじゃないから、記念品は、いらないので、一応全部押した紙が家にあります。月曜ジャンク一塁カルシアの話から、
新勝ち抜きカルタ合戦会。さあ、番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタ合戦会です。このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って、生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとにあ行、か行、さ行と進んで負けると予選ブロックに戻ります。和行まで勝ち抜けば、そのカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは残酷にも消滅になります。さあ、今週の対戦カードは、先週新たに加わったカルタの中から特に盛り上がっていた、まあ投稿数が多かった4つ募ったのかな、4テーマ募った中で、投稿数が多かった方から2つのカルタ同士で対戦です。まず先行はこちらです。Z 世代にあえて嘘の昭和エピソードを教えて、昭和やべえと思われようというテーマの、嘘昭和カルタ初登場ということで今週はあ行です。対する高校はこちらです。家電量販店の広いガチャコーナーで誰も回しそうにないガチャがテーマのクソガチャカルタです。こちらも初登場ということであ行のカルタになります。それでは最初はこちらから嘘昭和カルタ。時代夢の時代花と夢ビバ花の時代夢の時代ビバ昭和ビバオリンピック。さあ、嘘昭和カルタアです。ペンネームランニング大好き。あ、厚底ブーツが流行ったのは道にイガグリが山ほど落ちていて踏むと怪我をしたから。うっすらいいのはさ、まあ、諸説ありますなんだろうけどさ、なんかハイヒールみたいのがヨーロッパで流行ったのは、マリー・アントワネットみたいな時代に、やたら犬のクソが落ちてて、犬のクソを踏まないようにした説みたいなのあるじゃん。あんな感じ。まあ、そこブーツ流行ったのって、昭和でもないもんね、おそらくね。でも今の Z 世代だったらその辺の区別つかないから、元の元はこれなんじゃねえかみたいなね、栗を踏まないようにっていう。スズムシ食べた。あ、アマゾンの社長が、まあ昭和ね、アマゾンの社長が夢グループのように自ら CM に出て商品のアピールをしていた。でもそうやって考えるとジャパネットなんかはかなりこう手広く、ネットを通じてもおそらく買えるんだろうから、そもそもアマゾンの社長が面白い本とかをこの本がねっていう最高に面白いのっつって、これで一個一個売ってたやつが多分ネット時代に対応して品数が増えてみたいなね。食べっ子ドゥーブツ。あ、アイドルもタレント名鑑に家の住所や電話番号が書いてあったし、初体験の年齢、相手、好きな体位などエロい質問の答えも匿名に載っていた。だから昭和の頃はアイドルはそのなんか青春を演じている普通の、女の子っていうことをみんな分かって楽しんでたから、好きな体位はバックですとか書いてあって、だけどもそのテレビの表面上はそういう芸能事としてみんな、私は今まで付き合ったことはないしって言ってた、そういうところからスタートしてるからね。でそこをより徹底して今のアイドルみたいな、そういう時代を経てなってますけど、最初のうちはまあアイドル役、お姫様役っていうことだったんで、こういうことだったんですね。ペンネームシグ。あ、
アナルパールは当時本物の真珠を使っていたため富豪しか持てない制具だった。おたわむれですよ、おたわむれ。おたわ、そもそもはこう貴婦人が首にしてたネックレスをがこう激しい体の時に取れて、でそれをアナルに入れたのがスタートだったっていう風に僕は聞いてますけど、ね、僕は聞いてますけど、よくあるじゃないですか、今も貴婦人ものとかで無理やり貴婦人感出すためになぜか真珠のネックレスをしてるパターンってあるじゃないですか。あれ、あの感じですね。あの感じから途中でアクシデントがあってっていうんで、だったとかだじゃなかったとかどっちかです多分、そうだった、だった説と、ではない説が、まあ、今二つ出てるっていう、ことですね。ペンネームピストルチョコ。あ、安眠グッズとして、一家に一つ木魚が。まあ、お仏壇とかも、ない家今あるけど、昔はまあお仏壇まああったし、当然輪もあったからって考えていくと、木魚もあって、確かいい音しますもんね、ポクポク言いますもんね。北見黒ひげ。あ、荒川よしよしは昔汁男優だったあー俺が昔持ってたビデオにそう言われてみれば出てたか、よしよしさん出てたかもしんない。いや昭和の時代はそれこそ本当に、AV 男優とか当時の言い方だと日活ロマンポルノのポルノ男優の人たちが、いっぱいいて、でいて当然学生の役の人だって学生では出れないから、あの普通のおっさんがスポーツ狩りとかにして出てましたから、家庭教師もとかそういうの出てましたから、あの中に荒川よしよしさんいたかもしんない、いたかもしんないです。いや多分ぽい映像はありますよ。いろんな作品の中の遠巻きに映ってる、順番待ちおちんちんを甘いじりしているよしよしさんが、まあ、あれがよしよしさんだとかではないとかなんですけど二節ありますね。ペンネーム、ハトコは授乳中。あ、あつ森という言葉を一番最初に使ったのは美空ひばりだった。ちょっといいよね。何かで褒め、人を褒めるときにあつ森って言ったんだね。それがスタートなんだね。ペンネーム、セミが鳴いとるんや。い、今では水を飲むために公園等に設置されている噴水みたいに上向きに水が出る水道は、ウォシュレットがなかった頃は肛門を洗うために使われていたっていうね。あの普通に水飲むにしちゃ相当水圧が強いでしょあれ。ビャーって、でまあZ 世代あんまりあのタイプ見たことないかな。本当にちょっと回しただけでビャーって出るでしょ。あれはもともと肛門で受け止めるようなビャーって、血源に絡まったクソもビャーって飛ばすためのやつだから強いんですよね。あと割と大きめのやつあるじゃないですか。あれはもうずっぽり中入れて腸内を洗浄するようにできてたんだけど、それがやっぱり衛生的な、いや屋外に置いてあるもので衛生的じゃないってことになったんで、一旦消毒して飲むのに使えばいいじゃんってことに多分なったんですよ。昭和46年だと思う。46年に一斉に肛門でのケツ払いが、肛門ケツ払い禁止法で、が施行されたんで、そうなんですよね。美濃部都知事の頃だったかな。なんだって言ってます。言ってましたよ。言ってましたよ。誰かが言ってましたよ。誰かが。ね、ペンネーム、セミが鳴いとるんよ。忙しいからさ、僕が風俗に行くんじゃなくて、向こうから来てくれたらいいのにね、と、金ちゃんが言ったことから、デリゲルが。僕は忙しいからね。風俗が来てくれた方がね、いいのにできるよね。あん、タクシー代もあげればいいんだから、できるんじゃないの。
で、気に入らない人が来たら変えてもらうっていうのも、チェンジでいい、チェンジって言ったら変えてくれるのどう？あとほら、野球中継ができるんだからさ、コントをさ、みんなこう、アドリブで動いていいんじゃない？アメリカに行った時ワイヤレスマイクっていうの見たんだけど、あれをコントに使ったらいいんじゃないなんて言って、それが全部大将が全部これを言ったことで、大将が業界に持ち込んだことがいっぱいあんだから。ペンネーム肘に間でシーマ、うまい棒は今でこそ原材料の高騰でとうとう12円に値上げされた。昔は10円で警棒ぐらいの大きさだった。ああ、なるほど。そういう、だからそうよ、その今はもう料金の方を上げざるを得ないじゃんね。どんどん小さくはしていったけど、もうさすがに料金上げなきゃならないってなったけど、逆に10円玉、もう俺の子供の頃は駄菓子屋で5円のもんってなかったから、ほぼ10円だったけどでかかったっていうのは、あいつら騙されんのね、すごい。引っ張ったりあったりしてみんなうまい棒でね。ひたあかりの目覚め、うんちのイラストが渦巻きなのは漫画の神様手塚治虫のうんちが実際にそうだったから。神様がそれ書いちゃってて、みんな何これって言ってんだけど、いやこれ手塚先生が流し忘れてるうんち見たらこんな感じだったんだよ、それおかしいって言えねえ、手塚先生の肛門おかしいって言えねえのか、言えねえよそれはっつって出来上がったのが。ペンネーム復活希望、駅に牛がいて絞りたての牛乳が飲めた。あーなんかいけそうじゃん、映像も作れるしね、これいけそうだよね。だからこれも難しいのは、前にさ水曜日のダウンタウンで、Z 世代に嘘の昭和を教えるって映像とかも作ってる企画があった時に、軽犯罪は時間をまたぐと、無罪になったみたいな説があって、その時に千原ジュニア君かなが、だからセブンイレブンって11時で終わりやったんや、それ11時近くなると軽犯罪をするやつがいっぱいいて、でいてそのまま粘って12時超えたら無罪になるから、セブンイレブンって中途半端やろ、11時に終わりやったんやって言った時に、 Z 世代その11時で終わるのを知らないから、俺らからしたらすんげえうまい嘘ついたなと思ったんだけど、ポカーンだったのね。駅って昔ミルクスタンドっつってやたらいろんな牛乳売ってるコーナーがあったの。でそのかなり大きめのスペースで、その秋葉原とかミルクスタンドっつって牛乳とか、それからフルーツ牛乳とかいちご牛乳とか、ああいうのいっぱい売ってるとかあったの。あそこで牛飼ってたっていう。なんであんな広いのと、いやあそこで牛飼ってたからだよって言えんだけど、この Z 世代そのミルクスタンドを知らないから、この先の世代はもうキオスクとかも分かんなくなってるもんね、ずいぶん減ってるもんね今ね。さあ、続いて、ペンネーム花田花尾、エロ本が街中の自販機で売られていた頃、新幹線の車内や国会議事堂の入り口でも売られていた。これも今コンビニないでしょ、コンビニ堂々とエロ本売ってったもんね。でいてやっぱり今でこそあんなさもろ見えてるようなエロ漫画とかさ、エロ本置いてたらさ、俺らだって二度見して、おいおいおい行かれてんぞこのコンビニって思うけど、全然あったじゃん。でエロ本の販売機も途中から銀紙みたいの貼られて、昼間は中見れないようになって、だから夜だと中から照らしてるからマジックミラー方式で、夜その前を通るとエロ本が見えるようになってるけど、その前は普通に売ってたし、エロ映画のポスター普通に街角に貼ってあったから、
で、それも最初はもうちゃんと裸付きで貼ってあって、その後なぜか絵、絵、文字だけになったの。で、なんかその、未亡人っていう字が、とろっと溶けてる字のやつとか、すげえあったよね。女子高生とろっていう感じのやつあって。でもあの頃は、俺当たり前だと思ったから、なんとも思わなかったけど、の延長線上で言えば、だってお前エロ本なんかどこでも映ったよ。今はでかそれダメだよ。どこでも映ったよ。新幹線の、車内販売エロ本あったもんな、なんつって。みんなでも信じ、みんな信じるよ。カエルのセーフルーム。エナジードリンクなんて洒落たものはなかったんで。疲れた時はみんなスゴジュを浴びるように飲んでいた。1リットルパックのやつあったもんな。スゴジュの、スゴジュの。で、開けたらあれ飲まなきゃダメだからさ。蓋が閉められないから、当時は。もう一回閉められるのがなかったから。当時はみんなスゴジュは1リットルで買った方が得だから、つって。グビグビ飲んでたよね。ペンネームヒメルテア。お。オールスターゲームで負け越した方のリーグは次の年罰として年俸が 30% カットされた。あ、本気でやりそうだよね。今から入れた方がいいね。ペンネーム夜泣きじじ。おじいさんが盆栽を趣味にしているのは、当時は盆栽が上手だとモテたから。でも、これも、俺らより、今俺56で、65ぐらいの人、山登りする人いるんだよね。で、割と山登りブーム、ちょっと、その、ハイキングブーム、山登りブームで、割と、そこで出会うみたいなパターンがあったから、多分、モテるとも繋がってる趣味だったと思うし、歌声喫茶ブームとか、あったわけで、そういう時は、そういう人たちは合唱が未だに好きだったりとかするから、これ盆栽急に好きになるのもおかしいじゃん。ってことは盆栽めちゃめちゃモテた時期があったんだっていうのは、なんかその頃は若い人が盆栽やってて、そのままスライドしておじいちゃんになってるっていうのは、じゃないと話の説明がつかないもんね。北あかりの目覚め。お、オナニーという言葉は三浦淳が考えた。王が丁寧語っぽいとこがそれの感じがするんだよね。何ってみんな言ってたやつをなんかちょっとこう丁寧にするっていう面白さで三浦淳さんがオナニーって言い出したね。メガホンレンゲ。お、大友康平は今みたいな受け狙いでボエボエ声で歌っておらず。ボエボエ声、エネルゼルゲンズ、あれボエボエ声な、イスズフのウトレッチェは、あれは、ね、あれはボエボエ声でいる。今みたいな受け狙いでボエボエ声で歌っておらず、オフィシャルヒゲダンディズムぐらい透き通った声で歌っていた。ボエボエ声っていう言葉に、もうちょっとやられちゃいましたね。へーしれしれ、ヘジゼル、ヘルテーのあれ。いやー、いいね、昭和のね。まあ、これがあれだね。まあ、最近やってないけど、教えて老害さんと入れ替わっていくかな。ね。趣旨は一緒だから。趣旨は基本的に、ね、基本的に趣旨は一緒だからね。さあ、行きましょう。対するはこちら。クソガチャ。こうや写真のみが載っているプロ野球選手カードのガチャ。ですかね。大人の大ピンチ図鑑カルタ。さあ、人気絵本大ピンチ図鑑の大人版です。自分があの日出会ったピンチを良い子のちびっ子たちに伝えておこうという、テーマのカルタです。例題もう魔行ですね。ペンネームセミがないとの山。マナだと思ってレンガで殴ったらカナだったっていう。ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、カナ、はあ、かなちゃん、ごめんなさい。ペンネーム、シグマ。
ママタルト大鶴肥満が体重を極端に過小申告してセスナ機の隣の席に乗り込んでした。70キロです。70キロのわけねえだろお前はバカ野郎つって。ということで、嘘昭和カルタの家業、対大人の大ピンチ図鑑の魔行です。で、嘘昭和カルタと引き換えに、なんつったっけ、教えて老害さん、教えて老害さんをまあまあ締めさせていただきたいなと。教えて老害さん。やっほー。ペンネームホイプロテイン。ねえ老害、老害が若かった頃ストロング系のチューハイってなかったんでしょ。どうやって現実を忘れてたの。ドブロク飲んでブレイクダンス。ストローでなんか自分たちがお酒飲めるようになる前ぐらいのなんかこう漫画とかで読んだ安く酔える酔い方はなんかストローでビール飲んだりストローで酒を飲むとなんかその空気が取れないから酔っ払うみたいな。でなんかよく貧乏大学生漫画みたいなよくそれ出てたよ。あの逆立ちしたりとかダッシュしたりとかそんなんじゃないの。所沢は至高の住宅地。ねえ老害、老害が若かった頃は野球部はみんな坊主だったんでしょ。野球漫画描くとき描き分けしんどくない。長谷川町子が野球漫画描かなかったのはそのせいなの。そのせいじゃないよ。そのせいじゃない、描いてたからね。サザエさんなんて野球漫画だからね、基本的にはこう空き地でよく野球やってましたからね。だってサザエさん全巻のカツオが野球やってるやつだけ集めたら単行本3巻ぐらいにはおそらくなるはずだからね。でも確かにそうだよね、多分全部坊主だとさすがにドカベンとかも書き分けられないもんね。ペンネーム動かないほど。昔はテイクアウトのコーヒーショップってなかったんでしょ。喫茶店でコーヒーを持ち帰りたいときはどうしてたの。なめたけの空き瓶に入れてもらったりした。だってなんでなめたけなんだよ。それだったら別にインスタントコーヒーの空き瓶だけってあるじゃねえか、その頃別に瓶でよけりゃさ。ペンネームいちごにはうっすら毛が生えている。あなたの一生の後悔として。ねえ老害、老害が若かった頃って映画館のスクリーン横でセリフを読み上げる声優さんみたいなおじさんがいたんでしょ。カツ弁ね、弁士ね。 4DX の映画の時はその人が霧吹きを使ったりうちわで仰いできたりした。ないんだよ 4DX とか。俺が中学か高校の時に行った試写会でなんかすごいみんなびっくりするけどそれは言わないでくれっていうような前置きがあって、普通にその映画に出てくる殺人鬼みたいなおっさんが映画館の中を走り回るっていうのあったよ。よくはなんて映画だか忘れちゃったけど、ここで見たことは絶対言うなみたいなことは映画で言われたから、おそらく上映館に全員一人ずつおっさんいたんだと思うんだけど、あったね。それが今で言えば 4DX の感じですね。アンダーの力持ち。ねえ老害、老害が若い時メールとかってなかったでしょ。ラジオにゲストが来た時トークに関連した質問とかリアルタイムでしたい時はどうしてたの。みんなが一斉に伝書バトを飛ばしていたのなんつってね。だからもう人気ゲストなんか来ると TBS の前なんか鳩だらけでしたからね。でその鳩が止まるためのその止まる場所みたいのが屋上にあって、
建て替えて今ビッグハットっていうのはその名残なんだよね。もう久しぶりに、まあ一応そのウォーキングと歩いたりとかするのに何か暇つぶしが欲しくてドラクエウォーク再開したんだけど、いろいろモードが増えてる、モードは増えてるね。ただもう、これだけ歩いたら、こう、何かが進捗したみたいことが欲しいんだけど、もう、レベル60ぐらいでやめちゃってるのね。で、60から先、累進課税的にこう、レベル上げるのに必要な歩数が上がってて、なんかその、肝心のその、やりがいみたいのがもうどっか行って、ちゃってて、この歩くゲーの系のゲーム、まあ増えたじゃん、位置情報ゲームと増えたけど、なんか結局みんなと競うじゃん。競わなくてよくない？なんか単純に自分が自分で歩くのにやりがいがあればそれでいいんだって思うんだけど、なんかね、まあでもちょっといろんな宝の地図モードとかができたりとかなんかしてて、だそんなのをやりながら、まあもうちょっとドラクエを、あと台湾のあのお土産が半分ぐらいで止まってるんで、ちょっと久しぶりに台湾行って、歩いて帰ってこようかな、なんてことも考えてるんです。まあまあ、それなりに忙しくやってますけど、割と皆さんから教えてもらう映画とか漫画とか食べ物とかが、僕を前向きにさせてくれているので、まあ、たまに痺れるぐらい好みの合わないものにも当たってますけども、それは恐れずに自分が面白いと思うものとかで紹介したものがあったら、まあ、ちょっとネタバレ少なめで教えていただけると。で、またここでも、取り上げていきたいと思っています。ちなみにタンメン屋さんなんですけど、行ってきたっていう人で、間違えてる人が結構多いです。まあ、美味しきゃいいけど。Champagne, memories will make again.